申し訳ございませんでした。この不景気、社長、君だけの責任ではない。お心遣いありがとうございます、会長、ピザカッターじゃないんで物差しでは。社長、なぜ物差しで切れるピザを作らないんだ。物差しの申し訳ありません。我が社の前年度と今年度の売上の比率は、売上は 28% 下がっております。社長、君の責任だ。会長、先ほど君だけの責任では申し訳ありません。社長、いや、藤田ゆで太郎。いや、会長、私はまこ太郎でございます。おでこつやつやでゆで卵みたいじゃないか。いや、ゆで卵意識しとるんだろ。いや、ゆで太郎でいいだろ。ゆで太郎で。ゆで太郎だと立ち食いそば屋になってしまいますし、その私はゆで太郎でございます。ファミリーレストランストロンガー、このピンチ、何か立て直す策はあるか、藤田まこ太郎。ゆで太郎じゃないのかよ。どうした。何でもないです。そうですね、先ほど会長がご指摘いただいた物差しでも切れる生地、材料、調理方法など原点回避し、商品開発分を検討していった方がいいと思います。その通り。ユーモアの向上だ。その通りってなんだよ。ユーモアでしょ。どうだ社長、今日は私と一緒にユーモアを学ぼうじゃないか。ユーモアを学ぶ。先生、そろそろお願いします。先生、こちらユーモラスティーチャーのダーク石上先生だ。どうも、ダーク石上です。そして私の名前はストップ、彼女の名前はバニーマスク。社長、こういう時こそ一番大切なのはお客様の笑顔じゃないか。そうだろう。笑いながら食べるピザと泣きながら食べるピザ、どっちが美味しいと思う？ Which is it? Which is it? はい、会長。13時46分です。おっと、バニーマスク。会長は今、時間を尋ねていない。Which is it がどちらですかだよ。今何時ですか？ What time is it now? だよ。間違えちゃった。バニー・アインシュタイン。さすがユーモラスティーチャー。どこがですか？あ、石上先生、申し訳ありません。こちら社長の藤田です。あ、遅れました。よろしくお願いいたします。あれ、名刺忘れちゃった。あれ、名刺忘れちゃった。あ、大丈夫ですよ。あれ、名刺忘れちゃったの。あれ、名刺忘れちゃったの。え、大丈夫です。名刺忘れちゃった。どうしたんですか？名刺忘れちゃった。名刺忘れちゃった。これや、イギリス貴族のパーティーみたい。イギリス貴族のパーティーみたい。イギリス貴族のパーティーですか、これ。勘弁してください。なんでそんな大笑いできるんですか。なんちゃって、なんちゃってバニー・アインシュタイン。これは面白くないんだ。ごめんね、今名刺切れてて。あ、全然大丈夫です。ごめんね、名刺代わりにさ。いったいって何すかこれ。大丈夫は。いったいった大丈夫いった大丈夫。何してんだ。マンドリル。これのどこがユーモアなんですか。おか社長さん、面白そうな雰囲気出して面白いこと言いますよって人が果たして面白いですか？それは社長、まだまだこれからユーブラスセミナー始まるから。ユーブラスセミナー、石上先生、そろそろマスクを取っていただけないでしょうか？かしこまりました。面白いぞ。あ、もう終わっちゃう。じゃあ私、掛け声かけさせていただきます。マスク